ロバート・ジョン・グセルマンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス郡、サンタモニカ出身のプロ野球選手、右投右打ち、MLB のニューヨークメッツ所属。愛称は、ジーマン。2011年の MLB ドラフト13巡目で、ニューヨークメッツから指名され、プロ入り。契約後、傘下のルーキー級、ガルフコーストリーグメッツで、プロデビューし、7試合に登板して0勝0敗1、セーブ、防御率 4.15、8奪三振を記録した。2012年はアパラチアンリーグのルーキー級、キングスポートメッツでプレーし、11試合に登板して1勝3敗、防御率 3.92、33奪三振を記録した。2013年は A- 級ブルックリンサイクロンズ、A 級、サバンナサンドナッツ。A 級セントルーシーメッツでプレーし、3球団合計で19試合に先発登板して6勝6敗、防御率 2.58、83奪三振を記録した。2014年は A 級サバンナでプレーし、20試合に先発登板して10勝6敗、防御率 2.56、92奪三振を記録した。2015年は A 級セントルーシーと AA 級。ビンガムトンメッツでプレーし、2球団合計で24試合に先発登板して13勝7敗、防御率 2.89、86奪三振を記録した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐためにメッツの40人枠入りした。2016年は開幕を AA 級ビンガムトンで迎え、6月8日にAAA 級ラスベガス51へ昇格した。8月22日にスティーブン・マッツの故障者リスト入りに伴ってメジャー初昇格を果たし、翌23日のセントルイスカージナルス戦でメジャーデビュー。このデビュー戦は先発のジョン・ニースが1死を取ったところで、左膝を痛めて降板後の緊急登板であり、そこから 3.2 回を投げ切って勝利投手となった。この年メジャーでは8試合に登板して4勝2敗、防御率 2.42、42奪三振を記録した。2017年は25試合に登板して8勝7敗、防御率 5.19、82奪三振を記録した。2018年は68試合に登板して6勝3敗13、セーブ、防御率 4.28、70奪三振を記録した。2019年は52試合に先発登板して4勝6敗、1セーブ、防御率 4.66、60奪三振を記録した。2020年は6試合に登板して、防御率 9.64、9奪三振を記録した。父のボブ・グセルマンも元プロ野球選手で、1984年の MLB ドラフト23巡目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名されたが、メジャーには昇格できずに終わっている。ありがとうございます。